的黒龍丸。遥か神話の時代に災いをなし、世界を漆黒の闇に閉ざした黒い龍。その骨より削り出したと言われる伝説の刀。黒龍の邪悪な魂を内に宿すこの刀は、強大な魔力のゆえに龍の一族によって開闢以来封印されてきたのだった。ひとたび封印を解かれれば、大気に渦巻く邪念、地底に染み渡る怨念をかき集め、束を握る者に無尽蔵の力を与えた。その果てについには魔王となさしめると伝えられる。しかし秘められたその真の力は、伝承者たる龍の一族でさえ決して知ることはなかった。そして龍剣、龍の一族に古き時代より伝えられるもう一振りの刀、すなわち邪悪と戦いし太古の戦士がこれをもって黒龍を倒したという。龍の牙より削り出したこの刀は、やがて龍の一族の末裔ハヤブサ流の忍者たちによって現代に受け継がれてきた。そして今、龍剣は一族の若き忍者龍ハヤブサの手に握られている。よく来たな。見上げたもんだ。そうか、龍剣をな。すなわち兄者はまだ山ごもりというわけだ。ああ、龍剣を俺に託して山にこもったきり一年が経つ。親父の求める境地など俺にはわからん。やがてわかるだろう。さすがに城の息子よ。お前の腕もそう捨てたもんじゃないさ。片や追なす暗黒剣黒龍丸は里に置き去りということか。黒龍丸は龍の一族に伝わるも、その魔力の家に封印された刀。何人も触れることはできない。それが掟だ。無論、しかしそれは宝の持ち腐れというものだ。魔力こそが刀の進化よ。いや、差し出がましいな。俺は龍の一族ではない。鎧武者龍様、あれとまともに戦っては
手の者が情報をつかんだ。里を襲ったあの暗黒の侍はヴィゴル帝国の銃器卿、その名はドーク。神聖皇帝とやらが的を黒竜丸の力を我が物にせんとしたのだ。ドーク、神秘のベールに包まれた異形の先制国家、神聖ヴィゴル帝国。鎖国的な排他政策のゆえに入国ルートは限られている。首都タイロンへ向かう飛行船はそのわずかな間口の一つ。パーティーのチケットはお持ちで？いや、それじゃ入れませんな。今日はそういう日なんでね。
私はハンター、魔人潰しのレイチェル。あれが魔人ってやつか。めったに見るものじゃないけどね。もともとはどれも人間だった。人間？素質の問題よ。そうなってしまう人は避けようがないわ。悪人だろうが善人だろうが。お前も並の人間じゃないな。複雑よね。あなたはドークという銃器を知っているか。居場所が知りたい。どういうこと？奴を殺す。何を言ってるのか分かってるの？殺せるんならとうに私が殺しとるわ。あいつは私から妹を奪った。騒ぐ夜ね。どうやら話が合わなかったらしい。気にするな、ただの通行人だよ。ま、ドークとやらの話はうまくいってほしいもんだな。うん、そうだ、レイチェルのことはよく知ってるがね、いい子だよ。かけ離れた強さだわ。忍者は所詮人に過ぎない。お前の血とはわけが違う。本気でそう思うの？私だって昔は普通だと思ってた。でも実際はそんなんじゃなかったって悟ったわ。双子の妹が呪われて銃器鏡になり果てるところを見た時にね。闇の住人よ、今の私は。どうか。アルマは闇の魔道に見入られて、そして落ちた。魔人は闇に潜む、邪悪に突き動かされる惨めな存在よ。救われる道は一つだけ。殺すのか？妹を、アルマを殺すわ。そのためにハンターになった。この総員の地下には、確か…こいつも魔人か。こんな化け物見たことないわ。なんだか変よ。やたらに数が多いのも。あやねか。村井に使われているようだな。魔人の増長は黒龍丸のゆえ、かの刀未曾有の魔刀にして邪悪なる者に計り知れぬ力を与えましょう。この地至り、その魔力尋常ならず強まっています。私も血が騒いでた。血は全ての人間を支配し、魔力はそれに刺激する。アヤネ、レイチェルを頼む。わかりました。
竜、この総員の地下には神聖皇帝の居城ザルカンへの抜け穴があるらしいの。ドークもきっとその先に。ガモフ、黒竜丸の力が尋常ならず増大している理由はまことか。まず間違いありませんな、国士体系閣下。この地へ足を運んだこと無駄にはなるまいな。もちろんです、閣下。私はいついかなる時でもいい加減なことをお伝えした試しはありませんでしたな。さあまあな、力はよもとんだ見落としをしていたというものだ。
妹を殺すなんてできない。それは、獣気境には心があるということか。ええ、魔人になっても精神を失わないもの。獣気境はたったの3人、ドークと妹、そして皇帝を守る奴が。俺のそばにいるのは危険だ。お前もすぐにここを立ち去れ。レイチェルよ、アルマの痛みを思わばここで殺すべきになるも、お前には価値もあろう。未熟なるアルマに地獄の覚醒をばもたらす逃げとなるのだ。血を分けた双子の姉なればこの上なき生贄となる。アルマのために身を捧げ、うん、惜しいから。その魔人力、魔人となり獣気境ともなりやがらば、アルマに劣らぬ器だが、まあ、これまでだ。
竜丸を守れなんだ、あの小僧。まだ死に足りぬと見える。黒竜丸はどこだ。ここにはない。神聖皇帝の身元よ。お主たち竜の一族の血は我ら魔人と変わらん。血塗られし古代神の流れを汲む地底の眷属にして、神聖皇帝の御ためにこそはべり立て祀るのみ。我が怨念は不滅。怨念を持ちてアルマに地獄の覚醒を守ったらさ。その辺をうろうろしてますよ、国主体系閣下。何やってんだかね。黒竜丸は、単純な話、封印が解けた黒竜丸は徐々に戦乱の気を吸い、真に的を溶かしていくようですが、しかも竜拳とは裏と思って共鳴し合い力を強めていく。黒竜丸を作った古代の人間はカモフラージュにも怠りなく、的には見えなかったのも無理はない。いや、的なんかではなかったというべきか。今や未曾有の的となり、あれさえあれば。お前も欲しくなったか。ご冗談は閣下。賢明だ。お前の忠義に対しては十分な報いを約束しよう。ああ、らっしゃい。やってると思わなかった。このドンパチやられて店じまいとあっちゃ武器屋の流したるわい。なんか入りようかい。気になっておったんじゃが、お前さんいかな刀を使っておる。どれどれ。ああ、これは由緒ある刀。そして本来恐るべき霊力を秘めた刀じゃが、これではダメじゃ。ここに玉がはまるはずじゃ。流玉より削り出したる勾玉じゃが、
さすればこの刀、使う者が使うならば黒龍丸にも負けるはず。黒龍丸だと？知っとる。わしもありとあらゆる刀を見聞してきたによって、こいつは龍の牙より削り出してる龍の刀の一振り。さても龍の玉はいずこにあろうか。
修羅の魔界へ。だが、お前ごときにもマルバスが倒せるか。
場でやるとは思わなかった。だが黒龍丸の力はお前にとって無用の長物。わかるか、今や黒龍丸は真に的となった。国士隊計画家はまさにこの時を待っていたというわけだ。礼を言うぞ、龍はやぶさ。ラモ、お前はよく働いた。黒龍丸は俺がもらう。依存はないな、龍の忍びよ。邪悪は消えた。